皆さんこんにちは人生100年時代生き方改革提唱者のマダムホーです私たちは100歳まで生きて多分80歳までバリバリと現役で働く世代となりますそのためにもぜひ今から人生設計をやり直しましょうということで今日はあなたの人生を変えるとっても簡単な方法をお話ししたいと思いますこれは何を言いたいかというと私たちの ごく平凡な日々の中で常にメッセージというものはあるんですねその送られているあなたに対してあなたの守護霊なり天使なりご先祖様なり宇宙なり神様なりとにかくこの世の中はあなたに対するメッセージで溢れてるんですただそのメッセージをあなたが感じ取るか感じ取らないかまたは感じ取ってもそれをもとに行動に移すか移さないか ただそれだけなんですただだそれだけのことでお金豊かさ愛情幸せ健康はたまた命までこれによって変わってくるという気づきを私は今週ありましたのでそれについて簡単にお話ししますあの皆さんもご存知のようにあっ泉さんこんにちはいつもありがとうございますいろいろと先輩から学んでいますで皆さんもご存知のように このちょうど今年、令和元年のフランス革命記念日7月14日なんですけどもロサンゼルスで日本の夏祭りがありましたでその時に私の父と夫が行って金魚すくいをしたそこからそもそも始まったんですねたった5ドルで金魚すくいをして彼らは6匹の金魚をもらって帰ってきましたそこからがこの我が家の今年の夏のプロジェクトが始まったわけなんですね で結局どうなったかというとその5ドルの金魚すくいの金魚でそれが結局今はほぼ1,000ドル近いお金を使って今日はですね60ガロン、えー、60だから240リッターの水槽が今我が家にやってきて金魚2匹がいるわけなんですけれどもこの金魚がちょうど1週間前の 13日の火曜日からすごく具合が悪くなったんですねでこの知識は力なりなんですけど私たちは金魚は全くの素人なので寝てると思ったわけですよこう2匹がこう,こうやってくっついて動かないんですねだから「あ寝てるねよく寝るね一日中寝てるね」なんて言ってたんですそうするとフェイスブックでつながっている加古川のせ子さんが「いやこれは」 寝てるんじゃなくて病気ですよっていうことを教えてくださってでも私たちも慌てていろんなことをやってたんですけれども、まあ、結局あのアメリカ人の英語のフェイスブックの秘密のコミュニティっていうのを見つけたんですねでそこはやはり金魚愛好家の人々がいろいろと意見を出し合ったり教えてくださるところにたまたま 先週土曜日にこのグループに入ってそしてまた近所の金魚屋さんっていうかペット金魚専門のペットショップがあってでそこの方があの水槽とお宅の家の2種類の水質検査をしてあげるから持ってらっしゃいということで行ったそれがきっかけだったんです。でその結局ののののととこころやっっっぱり水質てていいううもがが大事だっていうことを分かってで我が家のその 魚が病気になった水槽っていうのはまず pH, pH が非常に酸性に傾いていたでそれからあのアンモニア濃度がもう致死量に達してたんですねですからあの状態で金魚がもう動かなくなってもう ICU ですよねですからあの時の行動を起こさなければもう今頃金魚はとっくに死んでお墓に埋めていたんですね だけれど知知識は力なり無知なり無私金魚に対して無知な私がいろいろと探して英語のフェイスブックコミュニティ金魚愛好家コミュニティがあるっていうことが分かってでそこに入って教えてもらった。そしてまたあの金魚屋さんも 水質検査をしたらあらまあこれは大変っていうことになってそこから行動を起こしたんですですから皆さんにも言いたいことは誰もが人生変えたい変えたいと思うんですね誰もがお金持ちになりたい誰もが幸せになりたい誰もが良い出会い良い配偶者と出会いたいとかと思うんですが結局変わるか変わらないかっていうのは行動を起こすか起こさないかなんですねで私の場合は 金魚に対して全くの無知なりにもいろんなこと節子さんに聞いたりまたそのアメリカ人のグループに入って教えてもらってもうその都度振り回されてるんですけれどもやっと金魚が本当に買った時と同じぐらい元気にもう今あの元気に泳いでるんですねですからそういったことそれからお金に対してもそうなんですよねやっぱりり皆さんもお金持ちになれてお金金持持ちちににななたいといとう方は 多いんですけどじゃあそのためにあなたがコンフォートゾーンから出たか出ないかなんですよやっぱりお金持ちになるためにはお金の知識経験というものが必要ではっきり言って私のようにやっぱり騙されたり詐欺にあったりそういう経験をして初めて賢くなってお金年齢というものが上がってくるんですねで誰でも傷つくのが嫌お金を損するのが嫌ということでこうなんかね あの本を読んだら学べるんじゃないかこれだけ勉強したら学べるんじゃないかなんかあのシミュレーションあのトレードとかでもそうなんですけどシミュレーションを何万回何百万回やったらもうこれですらすらとトレードができるんじゃないか私なんか不動産ですからもう何万冊の不動産に関する本を読んだらできるんじゃないか違うんですよ。はっっきり言って茨の道あの本当に 存をするる騙されるそれをやらないといくらトレードのシミュレーションをしても駄目なんですねだから一つの,あの格言がありますそれは教えちゃいけなぜかっていうとあなたが、まあ、これ私も経験あるんです5年間親身になって一生懸命教えても人はダメなんです成長しないなぜかっていうと教えてもらうっていうのは 学びにならならいんですよあの本田宗一郎さんもおっしゃってますが自分で経験してやけどして失敗してそこから這い上がって初めて血肉になるんですねそこで初めてその方の知識になって知識は力なりなんですよ。だかららいくら教わっても 全くダメだっていうことなんですね、まあ、そういった意味でこの私の場合は金魚ちゃんなんですけれどもやっぱり行動に出していろんなその水質検査結局水質が問題だったっていうことなんか知らなかったんですけれどもそのおかげで今金魚ちゃんは生きているこれを知らなかったら今頃死んでただから皆さんの場合も例えば病気になっても誰を知ってるかによって その病気が治治るるかからないいっていうことはあるんですよもちろんもう末期がんとかで仕方がない時あるだけどそれでも末期がんから生還した方もいたらもうそのまま末期がんで死んでいく方が大勢なんですねそういった意味で皆さん大事なことはまず一つ誰を知ってるか知らないかなんですね。 知識だけででは違うんですよ誰を知っているか知らないか特に命に関わるものっていうのは本当にどの先生を知っているか知らないかとか誰を知っているか知らないかっていうことそれから2番目はやっぱりじゃあ知ってても結局行動に移すか移さないかなんですねもう「えいや!」って言ってもう清水の舞台から飛び降るぐらいな感じで特にお金が絡む投資とかっていうともう「えいや!」で。 あの最初は多分大きなお金を損することになるんですけど特に私みたいな不動産っていうともう本当に金額が大きくって騙されて損をするそれを覚悟でやらないとあの傷つかずに損をせずにお金持ちになった方は多分いないと思いますね行動力そして3番目これも大事なんですけど結局 コンフォートゾーンから出ないとあなたの人生には奇跡は起こりませんみんなやっぱりこの自分のコンフォートああの英語でまあ、アメリカ英語はカンフォートですけどカンフォートな状態から出ないとやっぱりダメですねでもそれさえできればあなたの人生今一瞬で変わりますもうちょっと言うと今までやったことがないことを今やると人生変わります もうこれ本当に簡単なことなんだけど多くの方ができないで私の場合はちょうど先週がいい例で今までその金魚ちゃんあやこうやってたけど結局は水質だったんですね、まあ、そのケースバイケース個体差がありますが我が家の場合は水質が問題だったこれは今までやったことがなかったことなんですよねそのためにも毎日水槽を8割水を変えて ようやく元気になったっていうことがありますので皆さんも今までやったことがないことにぜひチャレンジしてくださいそうするとあなたの人生変わりますはい今日はここまでですどうもありがとうございました本当に皆さんの周りにはメッセージがいっぱいなんですよそのメッセージに気づくか気づかないか2番目気づいたらすぐ行動しましょう3番目コンフォートゾーンから出る4番目 今までやったことがないことにぜひチャレンジしてください。では今日はここまでです。ありがとうございました。またいつかお耳にかかります。ごきげんよう。さようなら。